サントリーとナンバーアンダーラインアイの契約延長の裏側、ファンの声とその影響力。ナンバーアンダーラインアイは、タッキー社長のもとで多くの話題を集め、革新的なプロジェクトに取り組んできました。日本の飲料業界でひときわ注目を集めるサントリーとその広告キャラクターとして活躍するナンバーアンダーラインアイの契約延長。このニュースにファンたちは驚きと喜びの声を上げています。 この記事では、この契約延長の背景やファンの反応、そしてその影響力について深く釣りし、興味深い視点を提供します。2024年春、サントリーとナンバーアンダーラインアイの契約延長のニュースが世間を驚かせました。広がる契約金とその内容には、業界関係者だけでなく、一般消費者までもが目を見張りました。サントリーは、 革新的な広告戦略で知られており、ナンバーアンダーライン愛の起用は、その最新の例となります。しかし、契約延長は単なるマーケティング手法ではなく、ブランドの未来に向けた大きな一歩です。この決断の背後には、どのような物語があるのでしょうか。サントリーの広告戦略をリードするタッキー社長は、ナンバーアンダーライン愛の起用によって、市場に新たな風を吹き込むことに成功しました。 話題性と革新性を兼ね備えたこの企業は消費者の心を捉え、売り上げにも大きな影響を与えました。タッキー社長の挑戦的な姿勢は、サントリーのブランドイメージを一新し、新たな顧客層を開拓する原動力となりました。ナンバーアンダーライン愛とサントリー成功の裏には何があるのかサントリーとナンバーアンダーライン愛の関係は、単なる広告契約以上のものです。 ファンたちの熱い指示を受けて、サントリーの商品は飛ぶように売れています。特に、翔くん、神くん、騎士くんが出演するビアボールの CM は、その明るい雰囲気と心温まるコメントで多くの視聴者を魅了しています。例えば、あるファンは、ビアボール CM の明るい雰囲気と最後のコメントで泣けてきた、と語っています。また、CM が流れるたびに、家事の手を止めて見入ってしまう、との声もあり、 家族全員が CM を楽しみにしている様子が伝わってきます。こうした感情的なつながりは商品の購買意欲を高める大きな要因となっています。ファンの声、契約延長への期待とその影響。サントリーとナンバーアンダーライン i の契約延長はファンにとって大きなニュースです。ファンの一人は CM 契約延長していただけたら嬉しいと述べています。また、 サントリーさんに感謝し、契約が延長されなくても応援を続けるとの声もあります。このようにファンの熱意と支持はサントリーのマーケティング戦略にとって重要な要素となっています。さらにファンたちは自身の購買行動にも影響を受けています。あるファンは、翔くんが CM するまでジンは飲んだことがなかったが、思い切ってチャレンジしてみたと述べています。こうしたファンの声は、 サントリーにとって大きな励みとなり、今後のマーケティング活動においても重要な指標となるでしょう。契約延長の背景、なぜサントリーはナンバーアンダーラインアイを選んだのかサントリーがナンバーアンダーラインアイを広告キャラクターとして選んだ背景には、彼らの持つ影響力と魅力があります。ナンバーアンダーラインアイは、タッキー社長の下で多くの話題を集め、革新的なプロジェクトに取り組んできました。 彼らのアルコールやソフトドリンクの CM は多くの視聴者に親しまれています。例えば、翔くんのルイボスティーやソフトドリンクの CM を望む声もあり、CM されたら絶対買います、との意見もあります。こうした期待は、サントリーにとって新たな商品の開発やマーケティング戦略のヒントとなるでしょう。ファンの声と企業戦略の融合、サントリーの未来。 サントリーがナンバーアンダーラインアイとの契約を延長することで、どのような未来が待っているのでしょうかファンの声を取り入れることで、サントリーはさらに多くの支持を得ることができるでしょう。例えば、あるファンは、お酒はサントリーしか買わなくなった、と述べています。こうした忠誠心は、サントリーのブランド価値を高める重要な要素です。 また、緑人ソーダやビアボールはずっとナンバーアンダーライン愛が CM をやればいいとの声もあり、長期的な契約の可能性を示唆しています。新たな視点と未来への提案。サントリーとナンバーアンダーライン愛の関係は、単なる広告契約を超えたパートナーシップと言えます。ファンの声を積極的に取り入れ、彼らの期待に応えることで、サントリーはさらなる成長を遂げることができるでしょう。例えば、 ファンの要望に応じて新たな商品や CM を展開することが考えられます。将軍の好きなルイボスティーやソフトドリンクの CM を制作することで、さらなる支持を得ることができるでしょう。また、ファンの声を反映させた新たなマーケティング戦略を展開することで、サントリーは市場での競争力を一層高めることができるでしょう。まとめ、サントリーとファンの未来。 サントリーとナンバーアンダーライン i の契約延長は多くのファンにとって喜ばしいニュースです。彼らの熱い支持と期待はサントリーのマーケティング戦略において重要な役割を果たしています。ファンの声を取り入れることでサントリーはさらなる成長と成功を遂げることができるでしょう。サントリーとナンバーアンダーライン i の契約延長はブランドにとって大きなステップです。消費者は さらなる CM の展開や新商品の提案を楽しみにしています。例えば、ルイボスティーやソフトドリンクの CM が登場することを期待する声も多く聞かれます。また、CM 契約が延長された場合、ファンはさらに熱心にサントリーの商品を支持し続けるでしょう。サントリーの広告戦略は、これからも消費者の期待に依頼、ブランドの価値を高めるために進化していくことが求められます。 サントリーの CM 契約延長は、単なるビジネスの一環ではなく、消費者との深い絆を築く重要な機会です。消費者は、自分たちの指示が企業にどのように影響を与えるかを実感し、ますますサントリーの商品を選ぶ理由が増えています。サントリーとナンバーアンダーライン愛の未来に向けた新たな展開に、私たちは大きな期待を寄せています。 最後に、サントリーの契約延長について皆さんはどう思いますか新たな CM に期待することは何ですかぜひ、コメントでご意見をお聞かせください。